けど、はい、実際にあの本当に目の前に見えてきてるような気がするんですけど、見てる方としては。いやまだ見えてませんよ。はい。どれぐらいだと見えるんですかね。見えてきたら教えてください。前回ね、優勝した時と今年とのやっぱり違いっていうのはあると思うんですよ。だからね、優勝したことね、なかった時の方がね、すごいあのちょっと上に立ったら意識してね、相手チームはどうのこうのとかね、何ゲームかとか意識したんですけども、あのやっぱりそういうことしたらね、よくないっていうのも分かってくるしね、結局あの一つ一つは積み重ねなんだっていうことが、分かってくるんでね、あの、まあ、今までの経験の上で、そういうの意識しなくなりましたね、もうね。あんまりだから本当にね、まあもうラスト1ヶ月ぐらいになると意識しないんじゃないかな。まだまだ全然先です。はい。そうでしょ、じんちゃんも。そうです。そうでしょ。十何点取ってもね、まだ残り3ポイントでもこっからだと。あのね。そっからがなかなか進まないことあるじゃん。15分終わって初めて勝ちなんです。そうそうそう。終わるまでわかんない。まだまだわかんない。ね、それと一緒ですね。そうした。約束通り共同会見が行われたが、それじゃ物足りないとじんちゃん、野村監督に接近。今お話いいでしょうか。別に構いませんが。ここに座ってもいいですか。いいですよ、どうぞ。あ、じゃあすいません。監督、あの前半首位で折り返しですよね。まだ途中経過ですから。決まったわけじゃない。もう今年のヤクルトって3連敗以上してないんですよね。要するにね、序盤と終盤っていうのは野球もないでね、1回から7回まではそうでもないんですよ。7回以降になるとみんな慌てだす、ね、これが野球なんですよ。だから7月が終わった時点ではまだね、こう前走局ですよ、これからジャ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 ン始まるわけ。交互期待。いや、陣内さん、野村監督苦手。え、そんなことないですか。緊張してましたね。随分ね、やっぱり、あの緊張したんですけど、あ、本当に捕手がトップですね。そうですか。ただ、次点がオマリー選手、土橋選手、飯田選手とほぼ並んでいるような状況ですね。これ後半戦どうね、活躍するかでこれ勝ってきますね。そうですね。はい。